で、またこの続きを見てみたいと思うんですが、これは過去に上げた動画かな、動画じゃなくて写真かなと思いますね。過去にやったやつを載せようと思ってやったんですが、本当に過去に載せたやつだと1000枚ぐらいあるので、それを全部載せるのはめんどくさいので、まあ手元にあったやつだけ載せてみました。って載せてるんですが、結構載せたと思います。これで画像解像度、画像を使ってるのかなと思ったりもしているんですが、まあ一回ここで切ろうと思います。で、またこの続きをやってみたいんですが、なってますね。このままずっと下まで持っていきたいんですけども、下まで持ってきて、この画像で随分こうまだあとまあ3分の1ぐらいあるんですが、この画像で結構撮ってんのかなと思います。まあ文字がない分スクロールしたとしても、あれ、また出てきましたね。これは結構撮ったような覚えがあるので、随分時間がかかるのかなと思うんですが、これは多分相当時間というか、まあこれだけじゃないんで、これは全部で100枚ぐらいあったのかなと思うんですが、ざっと思い出してなんですけども、本当はそれ以上に1200枚ぐらいもうやってもらってるんですが、それを全部取って載せるというのはなかなか難しいかなと思います。時間順で載せればいいんですが、最初やりだした時はそもそもこの25マス計算というのが長く続くとは思わなかったんです。何か手伝ってあげて、その代わりこれをやってくれというような話で持ってったんですけども、で最初は足し算、簡単な足し算からやって、足し算をもう1000枚半年ぐらいやって、25マス計算を最初は2枚からやって、3枚4枚5枚6 7 8 9 10というふうに10枚まで増やしました。で10枚でこの線、今出ている線があるんですけども、この線、縦の線、横の線があるんですが、これは全部自分で書いていたんです。それがめんどくさくて、まあ、めんどくさいっていうのもある。まあ、手書きで線を引いていたのは、そもそもこれが長く多分続かないだろう。紙で印刷、大量に印刷してもどうせ無駄だろうと思って手書きでやってたんですが、そうも意外に長く続くなと思って、今度大量に印刷しようと思い、この線を引きました。プリンターは、キャノンの、なんだったか、キャノンのピクサス 550i という、やつで印刷しましたが、でこの数字も本当は手書きでやった方がいいのかな。まあそもそも自分もそのなんていうんだろう、苦労しているというか、これを作るのに大変な苦労しているというのを見せるというわけではないんですが、ただやらせるだけではなくて自分も何かやらなければいけないと思い、最初はまあそういう思いもあって手書きで線を書いたり文字を書いたりするんですが、だんだんそれがめんどくさくなってきて、線を書くのがめぐあ、まあ、手書きで書くので定規を使わないで書くので、まあ随分うまく線を引けたんですけども、めんどくさくなって、でまあめんどくさくなったのと、あと意外に長く続くなと思って、これから先もやってくれるのではないかという可能性が見えてきたので線を引いたんですが、
で、あとは、この文字ですね。この文字もパソコンで打とうと思ったんですけど、ほぼうまくいかないのです。Excel とか、特に Word とか、同じことか。Excel っていうんでしょうか。表計算ソフトを使ったことがないので、フリーの表計算ソフトもあるみたいなんですが、このやり方がよくわからないので、ここの数字だけは手書きで書くようにしました。フリー、まあ、手書きで書いて、自分も、ただ、年寄りにやらせてるというわけではなく、自分もこういう手間をかけてるんだというのを間接的にしてもらう意味もあるんですけども、ただ、パソコンで印刷できれば印刷したいなと思っています。まあ、それができないので手書きで書いてるんですけども。で、あとこの24マス計算なんですが、そうですね。で、一番最初は特に、まあ、この数字は適当に書いてるというか、まあ、引き算、やり始めた時の引き算じゃなくて、まあ、結構やってる引き算なんですが、そうですね。まあ、コツというか、まあ、自分がやってる経験談なんですけども、最初は特に簡単な数字を持ってきます。最初が難しいと、後が閉じてしまうというか、まあ、やる気が出なくなってしまうので、最初は簡単な文字を置きます。で、中頃、この1、2、3、5、2、4がありますが、そこにはちょっと難しい数字を入れたりします。こうですね。まあ、こっち側は1から5までの数字しか入れません。これから引くので、で、こっち側は5から9までの数字を入れてみます。同じ数字5と5が被ってしまう時もあるんですけども、そうやっていますね。あとは、まあ、最初は簡単な文字で、ここはこう2、4の、2段目、3段目、4段目は適当にというか、まあ、簡単、比較的難しいところ数字を入れています。で、一番最後を1にすると、その親戚の人がやった、早くやったっていう感じなんです。1だから、もうこれを見ながら、ただ1引いていけばいいので簡単に書けるのです。一番最後を早くすると、次のやつをやってやろうという気になるみたいです。で、この1というのは、一番最初に持ってきても、まあ、取っかかりやすいというイメージを持つので、まあ、1は最後は最初に持ってくるのが一番いいかなと思いますね。2段目に持ってくるというのも確かあったと思うんですが、下に持ってくると、あ、これですね。1段目。2桁なんですけども、これは一番下はちょっと簡単にしていて、中頃は難しくしています。もう2桁なので、7という9も9、1から9という文字が使えるんですが、ここちょっと難しいのを使っています。まあ、これ25マス計算の説明というので、新たにまた作ればいいかなと思うんですが、まあ、とにかく、まあ、その動画を作る時の練習になるのではないかと思って、こうやって音声入れているんですが、最初はまあ簡単な文字ですね。3。ここに来るのは1から3。まあ、4まで、こう、5までは、1から5までの数字をここら辺に入れるようにしています。で、6とか7だとちょっと引くのが難しいので、入れません。で、2つ目は、ちょっと簡単なのを入れて、うんと簡単なのを入れています。1ですね。これはもう引くだけなら簡単にできます。で、5も、まあ、比較的簡単に入れているんですが、ただここで5、14-5だと1桁になる。この1桁というなのが非常に難しいそうです。ここでいつも止まってしまいますね。ここでこう流れていって、今度は7です。この7というのが一番難しいんですけども、ここですね、14-7が7になるというのが難しいです。これはよく掛け算になるとか親戚の人は言ってるんですけども、かけると2、まあ、7×2 が14なので、なんか掛け算のような気がするというふうな、ような気が、コメントというか感想を言ってるんですが、こことここですね。1桁は1、2、3箇所あります。特に意図したわけではないんですが、まあ、3箇所あるという感じですね。で、こう3、1桁になるところ ああ、気持ち悪い。寒くて喋ってると気持ち悪くなるんですけども、胃が荒れてんのかな。で、まあ、1桁になりますね。16-7で1桁になります。で、1桁のところが結構難しいみたいです。あと一番下は簡単2にしています。1の次に簡単な2にしてあるんですが、でもここでもちょっと、ここの、これが、この1桁が難しいみたいで、ちょっと時間がかかっているような気がする。で、一番下は2にしているんですが、で、秒数が出ているんですけども、日付と秒数で、これは120秒、まあ、2分かかったということですね。一回ここで聞きたいと思います。